渡辺拓馬です。水曜バスケ特別編水曜バッシュ、今回も新型コロナウイルスの影響で、クラブに訪問できませんので、クラブと選手にご理解をいただき、このリモートでの、対談となりました。ご理解いただき本当に感謝しています。それでは今回のゲストを呼ぼうと思います。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回のゲストはレバンガ北海道橋本選手です。お久しぶりです。久しぶりです。今回ご出演ありがとうございます。ありがとうございます。最近どうですか？ちょっとまあリーグも中断して、やっぱりまあコロナウイルスの影響で中断してしまったんですけど、まあある意味こうちょっと時間ができたというか、はい、本当に今後、まあ、どうなっていくんだろうなっていうところも含めながら、まあ、自分自身をこう見つめ直す時間になったので、まあ、そういったところは良かったのかなというふうに思います。怪我もちょっと先シーズンね、あって、はい、まあ、体のリセットする時期としては良かったのかな、はい、そうですね、まあ何かこうじゃあ強化するとかはなかなかできなかったんですけど、うん、まあ、少し自分の家でこうトレーナーさんからもらったやつをこうやったりとか、そういった意味では本当に、まあ、有意義な時間を過ごせているというか、うん、まあ、そんな感じですね、はい。うん、北海道での生活はどうですか？その、まあ、琉球というか沖縄からは、南から北に、冬を経験して、すごい雪が降るなというふうに思ったんですけど、まあ食事も美味しいですし、まあ、四季を感じれてすごくいい場所だなというふうに気に入ってます。うん、なるほど。それではじゃあちょっと本題にいきますね。はい、本当にざっくばらんにもういろいろ話してもらって大丈夫なんで、はい、まあ、このカードに沿ってちょっとトークを展開していくんで、喜怒哀楽、タク、はい、でタクは僕からちょっとディープな質問をしますんで、はい、はい、じゃあ純不動電気好きなものからお願いします。まあ喜び、まあ木から始めます。はい、木から。はい、亮太と一緒、木からはい、お願いします。そうですね、まあ、喜びというかやっぱりそのシーズンがコロナウイルスの影響で終わってしまったんですけど、はい、まあ、久しぶりにこうじゃあ緊急事態宣言が解除されて、まあ、体育館が少し使えるよってなった時にシュート打った時とか久しぶりボールついた時とか、まあ、いつも当たり前にやってたんですけど、うん、すごくこうその当たり前が当たり前じゃないというか、うん、やっぱりバスケットボールっていいなっていう風に感じましたし、シュート打った時とかは本当に普通に嬉しかったですよね。うん、だからそれが最近あった、まあ、喜びなのかなっていうのを感じてます。めちゃめちゃ真面目じゃないですか真面目なやつじゃないですかこれは。いや、桜井亮太選手がちょっと龍馬は真面目そうに見えますけど、はい、ちょっとふざけたやつなんでどんどん突っ込んでください。そっかそれはちょっと期待に添えてないですね。確かに今の答えはでもまだ長いからいっぱいあるから。そうですね、はい、でも、まあ、三河から、はい、キャリア始まって、はい、で、まあ、琉球行って、はい、でレバンガじゃないですか、はい、やっぱその、まあ、バスケに対する思いっていうのは、はい、なんか変化はありました？その最初の。まあそのありますね。毎回毎回なんていうんですかね、始めた時というかプロで入った時には三河っていう上昇チームで、まあ、優勝を常に目指しながら勝つっていうことを、まあ、第一命題としてやってましたし、まあ、今もそれは変わらないんですけど、うん、それをなんていうんですかね、どういうふうにこう積み上げていくかとかはよりこう考えるようになりましたし、うん、まあ、そのチームそのチームでのその作り方っていうのは変わってくるので、そこに自分も変化を与えていかないといけないし、うん、適応していかないといけないしっていう、そういうことはなんかすごく感じるようになりましたし、まあ、自分一人だけがこう成長したところで、やっぱり難しいものもあるので、チーム全体としてどういうふうにこう成長していくのかが大事だなっていうのは常々考えてますね。うん、ちょっとその辺は
いろいろ聞きたいと思うんで、はい、ちょっと次いきますね。はい、はい、じゃあ次の